ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この地球上には歴史上、多くの高度な技術を持つ、優れた文明が起こっては消えを繰り返してきた。古代エジプト文明もどうやって作ったかは不明だが、あれだけ巨大なピラミッドを建設したのは事実だし、シュメール文明は世界最古の神話を作り、文字も使い、都市国家を形成してきた歴史がある。とても古代とは思えないほどの、高度な文明を持っていたのよね。あくまで伝説だとしてもロマンたっぷりで、とても興味がそそられる話だと思うわ。他にもまだ数えたらキリがないほどに、そういった高度な古代文明は存在してきたんだ。というわけでそんな古代文明についての話の中でも、今回はどんな都市が存在し、そしてなぜ消えたのか、その謎について解説していこうと思うんだぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。古代エジプトもシュメールも非常に興味をそそられるところではあるんだが、今回取り上げたいのはそれ以外の古代文明だ。それ以外の古代文明？まず一つ目に紹介するのがバビロンだぜ。バビロンって名前はなんとなく聞いたことがあるけど、具体的にどこにあってどんな都市だったかって、全く知らないわね。バビロンはメソポタミア地方にあった古代都市で、バグダードの南方90キロほどの地点に、ユーフラテス川をまたいで地域が広がっていたんだ。この場所の黄金時代はハンムラビ法典で有名な、ハンムラビ王が在位していた時代とされていて、その後はアッシリア、バビロニアと支配者が、入れ替わり立ち替わりで紀元7世紀頃に、イスラムの時代に入ってから徐々に衰退した、という歴史をたどった古代都市なんだぜ。目には目を、歯には歯をのハンムラビ王って、この場所を統治していた人だったのね。意外なところで知識が繋がったわ。そもそもバビロンという都市はアッカドと、シュメールに人々が集まったことで、始まった都市でもあるからメソポタミアの他の古代都市、古代文明ともちゃんとつながりがある場所でもあるんだよな。この辺は世界史とか得意な人は特に面白く聞けそうな気がするわね。今になってちゃんと勉強しておけばよかったと思うわ。バビロンは宗教的にはマルブクを主神として祀っていて、イシュタルなどの行動体の支配者も祀っているんだ。マルブク？古代メソポタミア神話、特にバビロニア神話において、バビロニアの首都バビロンの首都神とされた神様だな。牛を象徴的な動物としていて、水と関係する嵐の神という面もあるんだ。旧約聖書には異教神としてメロダク、という名前で言及されているんだぜ。使徒神ってあまり馴染みがないんだけど、そういう神様もいるのね。他にも聖都市の支配者、運命を司る神、人と神の仲介者など50もの神明を持っていたとされる。そんなに色々と役割があったの？古代バビロニアの最高神となっているんだ。それから、イシュタルは美と愛と戦いの女神だな。メソポタミア神話において特に広く尊崇されていた神様でもあるんだぜ。こっちはなんとなく名前は聞いたことがあるかも。それぞれマルブクはゴッドイーターとか、イシュタルは女神転生とか、神々をモチーフにしている創作物で、たびたび取り上げられている存在でもある。ちなみにフェイトシリーズではマルブクはメロダック、イシュタルはそのままの名前で登場しているぜ。もしかすると気づいていないだけで、メソポタミア神話の神々とはすでにどこかで出会ってる可能性もあるのね。ギリシャ神話、日本神話ほど近いものではないから、その神様誰？ってなってるかもしれないけど、神様の名前とか一覧でざっと見ていったら、知っている神様もいるかもしれないな。それから第一王朝の起こりは紀元前19世紀頃に遡るんだが、世界で最初に人口20万人を達成したほど、大いに栄えた都市でもあったんだぜ。本当によく栄えたところだったのね。さて、そんなバビロンがいかに高度な都市であったか、それを象徴するものとしてよく言われるのが、バビロンの空中庭園の存在だ。空中庭園？そんなものがあったの？これはバビロン王、ネブカドネザル2世によって、築かれた庭園であるとされているんだが、この存在が非常に不可解として言いようがないんだぜ。というのも庭園どころか、そんなものがあったという、痕跡らしきものすら発見されていないんだ。紀元前何千年っていうレベルの古いものだし、何も発見できなくても不思議ではないんじゃない？それが、バビロニアの文章にすら一切記載がないんだ。王様の命で作ったそんな大規模な建造物、何も記録を残さないわけがなさそうよね。そんなわけで考古学者たちですら空中庭園が本当にあったのか、空中とはどういう意味だったのか、どういう外観で水はどこから引いていたのか、ほぼ何もわかっていないと言っても過言ではない。そこまで何もわかってない状態なの？これを紹介したフィロンという人物による、その空中庭園に関する描写は残っているんだぜ。バビロンの空中庭園は石柱の上に足の梁が渡された、土台の上に築かれていたとされているんだ。空中と言っていいかは微妙だけど、浮いてる感じで作られていたってことかしらね。それから格子状に組まれたヤシ製の梁に土がかぶされていて、様々な草木が植えられていたそうだ。
理論曰く、そこにはありとあらゆる花、最も美しく、最も目を楽しませる花々がある。たくさんの大きな容器に集められた水が、庭園全体に行き届くと描写されているんだぜ。様々な種類の花が植えられていて、水を与えるシステムも完備されてたってこと？そんなにすごい庭園が古代の時代に、作られていたかもしれないの？他にも何層もの階段状に庭園が配置され、まるで巨大な山でもあるかのように、その空中庭園が見えたという記録もあるほどなんだ。大きさもかなりのものだったのね。これらのことからバビロンがどれほどまでに、高度な土木技術を有していたかということが、伺い知れると思うんだぜ。つまり、バビロン自体もすごく建物がたくさんあって、高度な技術の建造物や施設がたくさん存在した、ものすごい都市だったかもしれないってことかしら。それがバビロンがどんな都市だったか、という都市の全貌は明らかになっていない。ただ、もし空中庭園が現実のものだとしたら、霊夢の指摘もその通りだと思うんだぜ。確かにあった空中庭園を作るほどだった高度な技術が、どこに消えてしまったのかという謎が残るんだ。仮に都市自体が衰退して消えてしまったとしても、そこにいて技術を持っていた人々が、同時に突然いなくなってしまう、ということもありえないと思うのよね。周りの都市部に人が流れたと考えるのが自然だけど、周囲の都市に同じような高度建築はないのかしら。人口20万人規模の都市が存在し、そこに空中庭園の存在があったとすれば、バビロンに高度な技術があったことは、ほぼ間違いないことだと思うんだぜ。だが、それ相応の都市の痕跡が発見されない。この謎の解明にあたり貴重な記録が書かれているのが、聖書の義典であるヨベル書だと考えられる。何が書かれているの？かつて神はノアの子孫たちに世界各地を与えて、それぞれその地に住むように命じた。しかし、人々はバベルという土地に集まって、神に挑むかのような塔を作ろうとしたんだ。そこで神は人々の言葉を通じないように乱してしまい、混乱した人々は塔の建設を中断して、世界中に散らばってしまったという話が、ヨベル書の中に記載されているんだぜ。それは確か、バベルの塔のお話だったかしら。もし互いに通じる言葉が存在しなかったら、私たちは意思疎通ができなくなってしまう。シンプルなものを伝えるだけだったら、ボディランゲージで通じるかもしれないけど、高度な技術を伝えるとなると難しいと思うんだ。つまり、バビロンの高度な技術が、他の都市に伝わることができなくなってしまう。そっか、バベルの塔のお話が本当にあったことだとしたら、バビロンの技術がバビロンの中でだけ、使われて消えていってしまったという理由になるのね。いやいや、バベルの塔のお話はあくまで、ヨベル書の中に書かれている創作の話でしょ。神様に挑んだから人間の言葉を、バラバラにされたとかありえないじゃない。それがそうでもないかもしれないんだぜ。どういうこと？バビロンの源流の一つであるシュメールでは、地球外生命体が古代の地球に飛来し、人類と文明を作ったと解釈できる神話が残っているんだ。シュメール神話のことね。アヌンナキと呼ばれる神々が、地球外生命体じゃないかと考えられるんだったかしら。シュメール神話では地球外生命体が神とされ、エンリルやエンキの名で記録に残っている。すでにバビロンの主神であるマルブクは、そのエンキの息子であって、神々によって主権と地上の支配権を、授与された神として知られているんだぜ。神様が地球外生命体で実際に存在していたのなら、マルブクという神様として崇められ、一方で、地上の支配を任されていた存在が、バベルの塔のお話を現実に引き起こしたってことね。ああ、これらのことを踏まえて考えるに、かつてバビロンには地球外生命体がもたらした、高度な技術が存在していたと考えられるんだ。それを用いて空中庭園とかを作ったのかしら。しかし、人々は地球外生命体から授かったその技術を、彼らの意にそぐわない使い方を始めてしまったために、その技術を取り上げられてしまったのではないかと考えられるんだぜ。なるほど、そういうことね。現時点では、バビロンの遺跡の発掘は、ほんの少ししか進んでいない状況なんだよな。つまり、今後発掘調査が進んでいくことで、空中庭園をはじめとしたその技術の痕跡が、発見されていくかもしれないというわけだ。どうしてバビロンの技術がそこで消えてしまったのか、空中庭園とはどんなものだったのか、そう遠くない未来に判明すると嬉しいわね。次はアマゾンに眠る古代都市、失われた都市 Z について解説していきたいと思う。あんなに鬱蒼としたジャングルの中に、古代都市が眠っているってこと？というかあんなところに、都市が築かれていた歴史があるの？アマゾンといえば手つかずの自然が残り、古くから少数部族が暮らしてきた場所だ。とはいえ、その手つかずの自然が広がったのが、いつからなのかはよくわかっていない。あそこまでの木々が茂ったジャングルではなかった、そんな時代があるかもしれないってことかしら。今でこそあんな感じの場所だから、
遥か昔から高度文明の及んでいない場所、として考えられてきたんだが、実はそこに文明があったかもしれないと、主張した人がいるんだぜ。それがアマゾンの古代文明ね。時代は1900年代、アマゾンには高度な都市が存在した、そう主張し探索に熱意を燃やしたのが、クアシー・フォーセットという人物なんだ。フォーセットさんはアマゾンの古代都市について、どこでその情報を手に入れたのかしら。彼はブラジルの国立図書館を訪れた際に、1753年にポルトガル人が残したとある文書を発見した。そこにはアマゾンのジャングルで、ヒエログリフが刻まれた神殿などがある、都市を発見したという内容が書かれていたんだぜ。それでアマゾン探索に乗り出すのね。でも、その文書一つだけでアマゾンに、古代文明があったとかにわかには信じがたいわ。もちろんそれだけの話だったら、信憑性がないに等しいと思うかもしれないが、実はアマゾンの古代文明説を裏付けるのは、それだけではなかったんだぜ。そうなの？アマゾンは過酷な環境に加えて食物も満足に育たない、だから人口増加も見込めずに文化や技術の発展とは、無縁の場所であると考えられてきた。だが、15世紀から17世紀にかけての、アメリカ大陸に乗り込んだスペイン人たち、コンキスタドールの残した年代記には、興味深い記述が多く残されている。そこには何が書かれていたの？神殿を建造したり精巧な工芸品を作ったり、白く輝く都市がアマゾンにあったという、目撃談が散見されるんだ。それが失われた都市Z？アマゾンに都市がいくつあったのか、その辺に関しては不明だから何とも言えないが、古代のアマゾンには文明が存在した。そのことを裏付ける証拠にはなると思うんだ。文明の目撃報告が一つや二つじゃないなら、格段に信憑性は上がるものね。そんな中で、フォーセットは幾度となく、アマゾンでの調査を行ったんだが、息子含め数名で旅立った探検に出たのを最後に、ジャングルで消息を絶ってしまったんだ。それじゃあ、彼自身は古代都市の存在を、証明することなく行方不明に？ああ、それどころか古代都市の存在すら、疑っている研究者も多いんだぜ。それってブラジルの図書館で見つけた、ポルトガル人の報告から全部嘘だったってこと？そういうことになるかもしれないな。フォーセットが都市の存在を確信した、根拠となるようなものが一切発見されてないこと。彼が話した都市像というものがあまりにも、現実的でなかったことから、都市の存在そのものの、信憑性が低いと考えられているんだぜ。まあ、証拠がないんじゃ否定のしようもないわよね。アマゾンの古代都市は否定派に有利な状況かと思いきや、つい最近それがひっくり返るような出来事が起こったんだ。何があったの？2022年、ついにアマゾンに高度文明都市が存在していた証拠が発見されたんだぜ。本当にあったってこと？その調査を行ったのがドイツやイギリスなどの研究者で結成された国際的な研究グループ。彼らがヘリコプターに乗せたレーザースキャナで上空から調査したところ、なんと巨大ピラミッドを中心とした都市の存在が判明したんだぜ。本当に古代都市はあったのね。フォーセットさんの主張は正しかったんだわ。道路や水路が張り巡らされていて、多くの集落も発見されているんだ。これは明らかにこれまでの常識を覆すような大発見となったんだぜ。それにしてもアマゾンの探検なんて、これまでに数えきれないくらいされてたでしょうに。どうしてこれまでその古代都市は、発見されずにそこにあったのかしら？それは現地の人々の文化が関係しているかもな。よそ者はとにかく徹底的に追い出すような、攻撃的な少数民族が住んでいるってこと？そういうことじゃないんだぜ。例えばなんだが、同じくアマゾンに住んでいる、ピダハン族が使うピダハン語という言葉には、私たちが想定するような、時勢というものが存在していないんだ。時間の概念がないってこと？彼らの言語には過去形や未来形が存在してないんだぜ。それどころか数も計算の概念もないし、左右も色を表す言葉も紙も存在しない。私たちから見るとあらゆる概念がない、ないことだらけの言語なんだ。今、この時を表す概念しかないから、過去にあった出来事の伝承には、全くもって向いていないという特徴があるわけだな。古代都市周辺の人々も彼らのような、過去という概念がない文化だったのかもしれないのね。それから、書物や石碑など形式は問わないが、文字にして記録を残すという文化もなければ、都市についての伝承や記録が現代まで伝わってきていなくても何ら不思議ではない。その上、あれだけ広大なジャングルの中を、何の当てもなしに都市一つ見つけるというのは、ただのギャンブルでしかなかったと思うんだぜ。行き当たりばったりで見つかるものじゃないわよね。ただ、やはりここでもバビロンと同じことが気になる。ここに存在した高度な技術たちは、どこに消えてしまったのかということかしら。その通りだ。フォーセットが発見したという文書にも、ヒエログリフが刻まれた神殿というのが登場するが、アマゾンにはヒエログリフやその派生と見られる、文字の文化は発見されていない。
またしても都市の痕跡がそこでスパッと消えているのね。それにスキャンで発見された都市の土木建築技術が他では発見されていないんだ。その技術もこの都市だけで消えてしまっているわけだな。かつて存在したと考えられる高度文明は、どこから来たものだったのか。そしてそれらが起こり、流星し、失われ、今現在広がっている手つかずの自然が生まれるまで、ここではどんな歴史があったのか、すべてが謎に包まれているというわけなんだ。そもそもの話なんだけど、フォーセットさんが、探し求めていた県の古代都市と、今回スキャンで発見された古代都市って、同一のものなのかしら？それもよくわからないんだぜ。もしかすると、今回見つかった都市とは別に、フォーセットが探していた都市がある、という可能性も否定できないんだ。もちろん、同一のものである可能性も、十分に考えられるんだけどな。どっちなのか、すごく気になるわ。もし、同じものだったとするならば、ヒエログリフなどの手がかりやヒント、記録などが、その都市の中に残っている可能性も高いし、まずは調査が進むことが重要だと思う。続報を待つってことね。ただ、一つ懸念することといえば、こういう調査ってなぜか、国や当局から待ったがかかることがある。そのまま、発掘の進捗もよくわからないまま、うやむやになって調査自体が立ち消えになる。そんなことも、起こりがちなんだ。この調査はそうならないことを切に願うわ。その探索に生涯を捧げたフォーセットさんのためにも、どうかアマゾンの古代都市が証明されてほしいものね。またまた場所を移動して、次は中東の話をしよう。中東の古代文明？あ、でも最初に話したメソポタミアも、中東付近の話ではあるわよね。確かに中東といえば遥か昔から、高度な文明が築かれてきた歴史があるんだ。霊夢も言ってくれたように、ティグリス、ユーフラテス川流域の、メソポタミア文明が有名だな。だが、そこからずっと遠く、離れた地にも高度文明があったかもしれない。どのあたりにあったとされているの？ザクロス山脈を越えたところにある、今のイランはケルマーン州のあたりだ。そこに当時は高度な文明を持っていたと考えられる、古代都市の痕跡が1946年に発見されたんだぜ。それっていつ頃のものなのかしら？調査の結果、紀元前3000年頃に栄えた、古代都市だとされているようだ。最古の文明都市とされているシュメール文明と、それほど離れていない年代のものと考えられる。そんなに古いものなのね。何よりもこの都市の驚くべき特徴は、その大きさにあるんだぜ。とんでもなく大規模の都市跡が、そこから発見されたってこと？いや、そのま楽なんだ。整備されている通路もトンネルも住居も、都市のありとあらゆる設備すべてが、どう考えても人間が生活するには小さすぎるんだぜ。小さすぎる街ってこと？ああ、都市の設備から考えられる、そこで暮らしていた人々の推定身長は、なんとわずか1メートルほどと考えられた。それは気持ち小さいかもってレベルじゃないわね。ちなみに男子の値で言えば1メートルというと、4歳前後の平均身長に当たるんだぜ。つまりここには小人が住んでいたってこと？偶然か必然か、その遺跡がある周辺は、現地語で小人の都市を意味する、マクハニックと呼ばれていた場所でもあるんだ。それはもう確定じゃない。絶対にそこは小人族が住む都市だったのよ。ただ、そうなるとその都市が築かれた経緯の上に、彼らがどこから来たのかという謎まで生まれてしまう。今現在でも多くの研究者を悩ませ続けている、謎に満ちた古代都市と言えるんだぜ。確かに、現在の地球上にも民族ごとに、体格の差とかは傾向があるにしても、そこまで小柄な人たちはいないわよね。その謎を解き明かすために鍵になるのが、中国にいるドロパ族という人たちだ。ドロパ族？彼らは20世紀に入ってから発見された少数民族で、身長が1メートル前後という特徴があるんだぜ。発見された古代都市にも住めるじゃない。1メートル前後の身長の人類って、実際に存在する民族だったのね。それなら古代都市も全くありえない場所ではないし、そこまで謎に包まれた場所ではなくなるんじゃない？それから彼らドロパ族には、青や黄色の目を持つという特徴もあるんだ。それは珍しいわね。加えてさらに不思議なことが一つ。まだあるの？1947年に発見されたドロパ族は、これまでの研究の結果、遺伝的に中国人でもなければ、チベット人でもないことがわかっているんだぜ。それじゃあ彼らはどこから来たの？実は地球外生命体の子孫ではないか、という説がにわかに支持されているんだ。宇宙人の子孫ってこと？確かに目の色は独特だし身長が低いっていうのも、宇宙人のイメージとは一致しているけど、まさかね。彼らの住んでいる土地からはドロパストーン、と呼ばれる直径8センチほどの穴が開いた石の円盤が、700個以上も見つかっているんだ。そして、墓にある壁画には太陽や月、地球、星、山、地球と空を結ぶ点線の彫刻が彫られていた。ちなみにこれは1万2000年ほど前のものだとされているぜ。
非常に気になるものが発見されているのね。そこに描かれているものの意味はよくわからないけど、実は、この泥パストーンには、起源が不明な小さな象形文字が刻まれている。虫眼鏡で見ないと読めないほどの小さな文字だ。そんなのどうやって掘ったのよ。それよりも、大事なのは何が書かれているかよね。その象形文字って解読できているのかしら？ストーンの研究をしている北京大学のスン博士は、1万2000年ほど前に地球上に古代エイリアンの船が落下、異世界での出会いの物語が書かれていると述べている。え？どういうこと？象形文字の文字列の一本にはこう書かれているそうだ。ドロパは雲から降りてきた。私たちは日の出前に10回洞窟の中に隠れました。やっとドロパの手話を理解したとき、彼らはドロパが平和的ないと思っていたことに気づいた。まさかこれって現実に起こったことじゃないわよね？どうだろうな。発見された年代と伝承の年代が一致している上に、そこにいるドロパ族の人々は、周辺の人々と遺伝的に異なるとわかっているんだぜ。しかも、ストーンには敵対したような描写もないし、本当に仲良くなって混ざっていったのかもしれない。それが本当なら突然現れた高度文明とか、小人族らしき都市の痕跡とか幕ハックの話も、信じられるようにはなるのよね。ドロパ族と同じようなことが、そこでも起きていたってだけのことだもの。でもにわかには信じがたいわ。ドロパストーンの存在に関しても、贋作であると疑う声は止まないほどだし、現時点では信じるか信じないかは、あなた次第としか言いようがないのも事実だな。それからイランでは、地球外生命体の痕跡が発見されている。地球外生命体の痕跡？2016年にクルディスタンで発見されたミイラだ。家を建てるために工事をしていたら、霊廟が出土して棺まで発見されたんだぜ。その中に入っていたのがそのミイラなの？ああ、まるでリアルな人間と遜色ないような、生きている人間のような肌ツヤのミイラが、発見されているんだ。それはいつ頃のものかわかっているのかしら。なんとドロパストーンにも記されていた、UFO 墜落と同じ頃1万、2000年前と判明したんだ。そんなに古いものだったの？肌ツヤもいいままなのに？そこも変だし、そもそもそんな時代に、発見されたミイラを作るような技術はない。つまり、地球外から持ち込まれた、高度な技術が利用されたかもしれないんだ。ということは古代のイランには、地球外生命体が降り立っていた可能性が高いってこと？ミイラの技術を持ち込んだ何者かがいるかもしれないし、マクハニックもドロパ族と同様に地球外生命体を、始祖に持つ存在という可能性も考えられるし、もしかすると地球外生命体そのものかもしれない。そっか、その可能性もあるのね。古代中東に何がいて何があったのか、すごく気になるじゃない。どうしてタイムマシンは存在してないのかしら。それじゃあ、最後に紹介する古代文明に話を移していこう。失われた高度な技術を持つ古代文明として、抜群に有名なものはアトランティスだと思うんだ。それは私でも知ってるわね。すごく進んだ文明を持っていたことはわかっているのに、どこにあったのかとか、どうして滅んだのかとか、謎が多い古代文明だって聞いたわ。古代ギリシャの哲学者プラトンがティマイオスとクリティアスに残した記述によれば、それはジブラルタル海峡の西に、紀元前9000年頃にあったとされている。非常に洗練された文化や政治体制、科学技術を持ち、伝説の金属オリハルコンを使いこなしていたそうだ。そんな理想郷みたいな場所が本当にあったのかしら。巨大な防波堤を築き上げ、海中に城門があり、円柱の住居や怪人ポセイドンを祀る寺院など、様々な施設が充実していたと言われてもいるんだぜ。そこまで進んでいた文明が、どうして跡形もなく消えてしまったのかしら。一説には映画を極めたアトランティスも次第に堕落、戦乱に明け暮れるようになってしまったために、地震ゼウスが怒り一夜にして海に沈められたとか、地震などの大規模な地殻変動があったとか、突如、海に没した理由は様々に考察されているな。とはいえ、これだけ世界中で探索されながらも、決定的な痕跡が発見される気配がないことから、そもそも存在しないという説も支持されているんだ。そう信じたくなる気持ちもわかるわ。普通、そんなに進んだ巨大な文明があったなら、少しくらい痕跡が出てくるものだって思うもの。だが最近、アトランティスの調査に、ついに進展があったのは知っているか？そうなの、知らなかったわ。スペイン沿岸にあるドニャーナ国立公園の下に、アトランティスがあった場所として、有力な痕跡が見つかったんだぜ。有力な痕跡って？もともと、この地方には古代王国タルテッソスが、存在していたことが知られているんだが、このタルテッソスがアトランティスの正体なのではないかと言われているんだ。名前がかすってもいないんだけど、同じ年を指していたってこと？というかそもそもタルテッソスって？タルテッソスは今のスペイン南部、アンダルシア地方のグアダルキビール川、河口付近に存在したと考えられている古代王国のことなんだぜ。
確かにその場所にあったんだとしたら、プラトンのジブラルタル海峡付近っていう、記述ともぴったりではないけど、そんなに遠くもないことになるわね。念のため確認しておきたいんだけど、タルテッソスは幻の都市とかではないのよね。古代の歴史家ヘロドトスの歴史や、1世紀頃の人物ストラボンの地理史、タルテッソス滅亡後ではあるが4世紀の、アビエニウスの寄港記オラマリティマなど、様々な書物に記述がある国なんだぜ。つまり、アトランティスは太陽に浮かぶ、巨大な大陸ではなくて、今のスペインにあった一王国だったかもしれないのね。衛星スキャンなどを利用して調査した、イギリスの調査チームによると、ドニャーナ国立公園にはプラトンの記述によく似た、巨大な門柱がある防波堤が確認できたそうだ。加えて遺物を科学的に分析したところ、高度な科学知識を要するコーティング処理が、施されている痕跡も発見されたということだな。これは国立公園のあった場所に、何らかの高度文明があったのは確実ね。加えて、円柱の住居という技術の証拠として、円状の人工物の痕跡が数十個も発見されている。それから調査チームによれば、アトランティスは大西洋から地中海まで、160キロの幅を持って存在していた可能性もあるんだぜ。なるほど、そういう広がり方をしていたのね。そうなれば地中海にはマルタ湖陸をはじめとして、アトランティスに関連すると考えられる。痕跡が多く発見されていることも納得だ。マルタ湖陸って?古い時代に陸地として存在していた場所のことを、湖陸と呼んだりするんだぜ。地殻変動で海の下になってしまったり、海水面の上昇で沈んでしまったりした結果、今では水中に没してしまっている場所なんだけどな。そして、マルタ周辺にあるとされている、湖陸にマルタ湖陸というものがあるんだ。ふむふむ、なるほどね。それから、イタリアには高度な技術や、女性の地位の高さなど先進的な考えで知られる、エトルリア文化というものが存在したんだ。解析できない独自の言語を持っていることや、紀元前8世紀よりも前の痕跡が発見されないことで、ミステリアスな文明として知られてきた場所なんだぜ。それってもしかして、タルテッソスとアトランティスが、同一の文明であった説を採用するなら、アトランティス文明が地中海を渡って、エトルリア文明に派生していったという、可能性も浮上してくるんだ。なんとかして、その同一説が本当なのか、立証してほしいものだわ。長年のアトランティスに関する謎も解明されるし、エトルリアの謎解明も進むかもしれなくて、一石二鳥じゃない?ところが、タルテッソスに関する調査が、2009年以降公開されていないということなんだぜ。そんなに放置されているの?進捗が芳しくないだけならいいんだが、これが超重大な成果が上がってしまったためなら、今後、タルテッソスに関する情報は、永久に出てこなくなるかもしれない。それって、公にできない情報を、国とか権力を持った機関が止めてるってこと?でも、一般人からでは進捗が思わしくないのか、とんでもない情報が出ているのか、判断することはできないのよね。とりあえずしばらくはおとなしく、待ってみるしかないってことなのかしら。さて、いかがだったかな?今回の動画では世界各地に存在する、失われた高度古代文明について話してきた。どれもすごく興味深かったんだけど、それだけに続報が出ない可能性に戦々恐々だわ。ある日突然、地球の歴史とか人類の成り立ちとか、全部ひっくり返すような発表をされても、それはそれでパニックになると思うし、困ると思うのはわかるんだけど、新たな発見はちゃんと共有してほしいよな。今では Google Earth とか誰もが世界中を、手軽に旅できるようになっているし、衛星画像だって気軽に見れる時代だ。それを見てどうするのよ。発表されないなら自分たちで痕跡を発見すればいい。空から俯瞰できるようになって、新たに発見されたものって多いんだぜ。家から気軽に失われた都市探検隊として、世界中を見て回るのも楽しいと思うな。それは確かに面白そうかも。公的な続報がないんだとしたら、自分から情報を探しに行けばいいのね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。